これ5分でカットできなかったら多分もうこの話なくなるんでカットの教育自体がもう古いというか、いつまでサスンカットを教えてるんだろう、その教え方がそもそも古いと思ってるんですよ。役には立たないですね、うん、そんなにすごいんですか、すごい。デザインコンポジットカットは、デザインコンポジットカットスタイルっていうのがありまして、7スタイル基本パターンがあります。7スタイルに対しての一つ一つマニュアルっていうのはあります。一旦技術でも見てから話した方がいいか、ちょっと一旦見せて、一旦見てからの方がいいか。はい、ここからちなみにどういうスタイルでいけるのか、ここから前傾ボブ風に後ろのグラデーションもうちょっと入れていきます、うん、これ5分でカットできなかったら多分もうこの話なくなるんで